どうもスマッシュログ TV です。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。今日はこのカラフルな3人でお送りさせていただきます。カラフルな3人左だけだ。これだけ言い方がいいと。お便りがまた一つ届いておりまして、いつもすぐ届くの、ね、何ならいっぱい届いてますけど、その中から一つ厳選ですよ今回は。はいはいはい、メインキャラを使っているときに、はい、そのメインキャラで勝てないキャラクターがいるから、うん、サブキャラを用意したいと。サブキャラをどういう風に選んでますかという、まあ、今作結構ホットなテーマというか、うん、2キャラ以上持ってる人が、うん、まあ、この3人はみんな多分2キャラ以上使ってると思うんですけど、うん、持ってません。上位プレイヤーの中でも多いから、うん、割とホットなテーマというかサブキャラ選びっていうのはかなり個人的には思ってます。というわけで、まずはそのどういう風にサブキャラを選んできたのかっていうところをちょっとじゅんぐりに聞いてみましょう。じゅんぐりせっかくいるんでね。てか公式用語自分は今スネークとフォックス、さっき始めましたね、フォックス、うん、2キャラ使ってて、ご存知の方がどれだけいるかわかんないですけど、はいはい、スマブラ X では5年以上かな、5年ぐらいスネーク、はい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 、前前作ですね使ってて、前作ではフォックスを、まあ、3年ぐらい使ってて、結構長期にわたって使い込んでたキャラっていうのが、まあ、両方とも2キャラとも今作スマブラ SP で、まあそこそこというか割といい性能というか強い、なんなら2人とも強いですよね、うん、そうね、まあ、フォックスの方がだいぶ強いとは思ってるけど、うんうん、まあ両方とも強キャラっていう風に言って間違いないと思うし、だからこの2キャラっていう見方もあるんだけど、個人的には、まあ、これは後から分かったというか、後からこういいなって思ったのは、はい、2キャラとも結構タイプが違うっていうか、いやそうなんですよ、将軍さんがそもそもスネークをメインにした頃にフォックスを選んだっていうのも僕結構スマブラ4の時から意外だなと思ってて、ああはいはい、そう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 、個人的にはフォックスみたいなキャラが好み、速いキャラが好みなんだけど、スネークだけは例外っていう感じ、はいはい、例外、もう ただ単純に昔から楽しかったっていう、はいはいはい、そうで、スネークは今作ではメインに進めてて、まあそれは一旦いいとして、タイプが違うって話、うん、スネークは遠距離型で、相手のこうインファイトしてくる相手からこう逃げながら距離取って飛び道具投げてみたいな、はいはいはい、でフォックスは逆にインファイトをする、本作はよりインファイトをしますよね。そうそうそう、だから結構相性補完がどこまでこうかっちりと噛み合ってるか、まあ、ちょっとまだ分かんないところもあるけど、単純飛び道具系ですごい強いキャラにはフォックスでインファイトガンガン挑んで、で、まあ、フォックスがそうだな、きついキャラ、例えばそのインファイトが強いキャラ、結構マイナーなキャラなんで、ガオガエンとかスネークだとだいぶやりやすくて、そうですね、足が遅くて追いつけないからこそさばきやすい、でフォックスとかだとちょっとだけなんか有利だと思うんだけど、インファイトしなきゃいけなくてちょっと面倒かったりとか、はい、それからスネーク出したりとかっていうことで、結構2キャラタイプが違うのがいいかな。もちろん相性補完とかも考えたけど、はいはいはい、インファイトと遠距離両方ともできるってなると、やっぱりプレイスタイルの幅が広がるっていうか、ゲーム理解が結構、あ、それはいいですね。そう、最近俺フォックス使ってそれすごく感じて、インファイトもやっぱやっとかないと、やっぱいざこうスネークでインファイトしようってなった時も理解度が結構低いままになっちゃうから、うん、割とフォックスで近距離戦やるっていうのはいい経験になってるかなってことで、タイプが違うキャラを選んだっていうのは良かったっていう。僕もそれなんかね、一緒だと思う。一緒なんすね。そう、そう、まあでもそう、後付けなんですよ僕もやっぱり、そうね、確かに、まあ、そのままごめんなさいね、スキップしてますけど、いや、いいっす、あ、ごめん、じゅんぐりルキナを最近はメインというか、まあ、ほぼ新しく始めて使ってはいるんですけど、うん、やっぱりその近距離 その技のさばき方とか、うん、今作から新しく覚えることがすごく多くて、うん、どうしたらいいんだっていうような状態からスタートして、やっと身についていろいろいざ比較してみると、タイプがやっぱ全然違ったんだなと、うん、自分が勝てると思ったスマブラは実はそのキャラクター限定だけであって、うん、スマブラで勝とうと思った時にやっぱ勝てないんだなと、うん、そういうのを今学べてる段階なので、すごくいいキャラ選びができたのかなっていう。結構役割似てそうなんだよな。ダックハントもスネークも対策できない人って本当に簡単にそのキャラでも勝てる。そうなんですよ。からそういう人を相手に持っとくのはすごい価値があって、で、まっとうに強いキャラっていうのをサブで持っとくみたいな。そうなんですよ。フォックスとルキナっていうまっとうに強くてインファイトの同じ道を進んでます僕ら。結構そう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 本当に割と似てるなと思っててキャラ選択が、はいはいはい、と思ってます。さあさあ、そんな兄さん似てる、兄さんあなたは全く違う道を歩んだそうですね。そうなんですよ、ほぼ一緒まあほぼ一緒、まあ冗談して、メイン村人なの、そうですね、出すキャラの頻度的には村人
で、メイン村人のサブシズエで今はやってます、はいはい、で、2人はどうすか、そう、プレイスタイルじゃない、そのキャラの特徴が別ベクトルの2キャラを使ってるって話なんですけど、うんうん、割と近い、そうね、近いベクトルのキャラを2つ持ってるっていうことで、一生パチンコパンパンしてもやめろ批判すんだよねだから2人とはちょっと違うんだけど、やっぱ連動がもうサブを触り始める前から高い、だからその経験値を生かしてもう最初からある程度の高水準で扱えるっていうメリットはあるかな。なるほどですね。ちょっと似た話にはなるんですけど、うん、あのインファイターっていう括りで別キャラを選ぶ人がいるんですよ。あの海外の MK レオいるじゃないですか、あ、はいはい、彼は飛び道具をほぼ使わないですよ、うん、対戦において、まあ、剣士キャラクラウドだったりルキナだったり、で今作に関してはアイクとクラウドとルキナ、うん、それぞれピックしてるんですけど、もう全てインファイターそういう選び方をするのも結構強いかなと思ってて、立ち回りの軸は変えずにキャラクターとしての強みを別で押し付けることができるんで、だから実力がすぐ出やすいというか、そういったあのメリットもあるのかなって感じがしますね。そうね、だから村人しずえみたいな似たファイターだとキャラとして似てるから、こう補完としてこうなんだろう、効率がめちゃくちゃいいわけじゃないけど、でも一方の経験がもう一方にすぐ生きるみたいなことはあって、お互いをこう伸ばすスピードがこう速いというか、それはありそう。そうなんですよ。でちょっと村人神殿の話で他にあって、あの村人の主力ってあの横に飛んでいく埴輪なんですけど、あれを狩るのが上手いプレイヤーだったり、狩るのが楽なリスクをつけやすいキャラクターだったりっていうところに今補完として若干自然が生きてるっていうのがあって、例えば月光がルカリオあたりの下火、あーカウンター持ちね、そうカウンターかなり強化されて、横ハニワに対して横ハニワを軸に読み合いをするキャラなんですけど、それをもう下火で完全にその読み合い放棄してくるキャラに対して自然の方が良かったりっていう、今なんだろうな、いろいろ村人自然試しながらあの見つけてってる段階なんですけど、そういうなんか意外と補完があったりする。なるほど。うん。いやだってグーって言うから。ごめんなさい。だって照明さんがつなげないって思うじゃないですか。わかる。気持ちわかる。補完があるっていう二人で話してて、補完がないけど、そう。そこを成長できるって一回けど、そう俺がいやでも補完もできるんだ。そう。言い出すから、俺のまとめづらいのはわかる。俺の整理がさ崩れたなと。ね、ごめんって思いながら言いたくなっちゃった。しかもそんなにね、めちゃくちゃこうスナブラ界隈になんかこう、うん、大きなさムーブメント起こすわけでもないさ話だったブラウト市勢っていうね狭いこと、そう極めて限定的な話で俺の整理をね崩した怒られた。いや、ごめんなさい。そうです。すみません。あと、あのちょっと話変わっちゃうんですけど、サブキャラの選び方のもう一つ面白いところというか、特定の1キャラ、2キャラに対してだけ別のキャラを当てるっていうのもありますよ。X の俺パターンだね。そう俺はスネーク同系おなじみみたいな。誰も知らない。誰も知らない。ごめんなさい。すみません。解説がない。そう、はい、スネーク使ってさっき言った通りなんですけど、はいはい、スネーク同キャラがどうしても苦手だったんで、あーミラーマッチが苦手、そうスネークだけにメタナイト、はい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 、当ててて、スネークメタナイトの一応2キャラだったんだけど、メタナイトはスネークにしか出さないみたいな、はいはいはい、そういう感じの、なんか使い手ならではですよね。使い手でちゃんとそのスネークのやりたいことを分かってるからこそ、うん、その若干スネークが厳しいキャラを使った時に経験がいきやすいみたいな、そう、うん、組みやすい、うん、同キャラ戦が苦手な人って結構いるから、はい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 、そうそうそう、さ、最近はフロストバイトだったけど、うん、シュートンもね、あのマイランっていうオリマ扱いにリヒターを当てたりとか、当ててました、うん、当ててました、そう、本当に最上位プレイヤーでも結構同キャラ戦が嫌だっていう人結構多いんで、はいはいはい、そう、同キャラ戦が嫌だっていうのに対して自分がその使われて嫌なキャラみたいなものをピックして当てるっていうのもサブキャラの選び方の一つとしてはありえそう、うん、多いですね、うん、その人、まあ、そこからサブキャラの連動が上がっていったら、さらに別のキャラからに派生していって、うん、まあ、ダブルメインというか普通に日本どちらでも使えるようにするっていうのが、まあ、できたらいいですよね。そう、便宜上さっき俺スネークだけはメタイトあったって言ったんだけど、実際デデデみたいなキャラに、デデデにもメタイト当てて、はいはいはい、X で、うん、
それは本当に結構メタナイトをサブで使ってから時間が経って連動が上がってきてちょっとずつこう役割が増えていったみたいな、うん、ありますね。そう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 、最初はこう極めて限定的な自分のメインキャラできついキャラとかやりたくないなっていうカード、この1キャラだけ対策するみたいなところから始めてどんどん広げていくみたいなのもありそう。俺らみたいな極端、両極端なキャラ使ってるとさ、こっちが勝ててもこっちなかなか伸びないとかあるんですよね。時間が足りないっていうか、なんて言いますか。逆にゲーム、そう、なんか一丁言ったんで、ゲームの理解度はね、その分やっぱ、うん、こう幅がどんどん広がってどんどん増えていくはずなんだけど、うん、短期的に見るとどうしてもね、こっちの経験がこっちに行きづらかったりするっていうのは、まあ伸びづらいですよね、行ってしまうと、うん、そう。ただこれが伸びた時はもうかなり、うん、いいものに仕上がるんだろうなっていう謎の根拠を持って、自分もやっぱそういうことを思ってやってます。ぜひね、この話が結構深い話ができたと思うんで、この話を参考にして、うん、自分に合うサブキャラ選びをしてもらいたいなというふうに思います。以上、スマッシュログ TV でした。ありがとうございました。